除去は結構だ。カビ臭くてたまらん。掃除が行き届いていないようだな。はぁ、何様よこいつ。やってきて早々ムカつくやつね。いくらお客様といえどその態度はどうかと思うぞ。そういえば自己紹介がまだでした。私は当ホテルの支配人ムンク・ミーランと申します。ムンク、聞いたことがあるな。だなんだお前は。まずはどういうつもりなのか説明してもらおうか。そうよ、どういうつもりよ。またまたまた、いきなり情報量が多いな。何を言わんとしてるのかさっぱりわからん。実はね、僕は今とても冷静に見えて、その裏では腹は鷹にえくり返るほどの怒りに湧いているところだ。あっとも来た。ダリデリコが私たちを噛んで。それは違うわ。そう結論付けるには証拠が少なすぎる。ダリはそんなことしない。お姉様は一度言い出したら譲らない頑固者だが、そんなところも大好きだ。あなたは黙ってて。我々がこのマリオネットホテルから出るためには、イニシアチブの主を見つけ出さなければならない。操り人形の糸をたぐる人形使いを。人形使い、お頼もしい。任せときなさい。このおかしなミステリーの名探偵は私よ。未来永劫の時を生き続けているとされる吸血種の神がトラップだ。その神と精神的なつながりを持つための、いわば更新かつ降臨のための儀式がイニシアチブリーな奴がいるのに、お姉様から離れるわけにはいかない。我は悪いんだけどさ、邪魔だから帰ってくれない。そういうわけにはいかない。シャルロッテ、君からも何か言ってやってくれ。そういうわけにはいかない。面倒なことになってきたな。アリルソン、動くな。旦那様、動けば彼女の命はないぞ。やめろ。お姉様に傷一つでぶつけてみろ。あなたは地獄を見ることになるぞ。そうよ、エゴを怒らせたらすごいんだからね。夢の中で見たことが現実に起こるの。よう、エゴベラキッカー。シャルロッテはどうした？シャルロッテは今部屋でおねんねしている。なるほど。それでまた俺を殺しにでも来たのか？いや、そうじゃない。ではなんだ？僕はお姉様の幸せを誰よりも願っている。はっ、シスコン野郎が何を言い出すかと思えば。吸血種の貴族は決明議会に縛られている。こりゃ、まか不思議だな。どうもあれ、これから解き明かさなくてはならない大いなる謎だ。ええ、人から人へのイニシアチブのつながり、この中で最初に誰かを噛んだ者がこのマリオネットホテルの首謀者よ。 Kyoto Club